おはようございます。速稼塾の久保です。寒いですね。やっぱりね。部屋温めないといけないですね。今日はね、詐欺商材は誰が作るのかというテーマでお届けしようかと思います。いくつかの業界の例をお話しますので、あとはね、それぞれ、ご自身でお考えになっていただきたいと思います。例えばね、ダイエット業界ですね。ダイエット業界で、この機械を使えば痩せますよっていうふうなね、機械を買うとするじゃないですか。でもその機会をしっかりと使って痩せるために食事制限をしたり軽く運動したりってすることをちゃんとした上でその機会を使うっていうのはまあ私は前提だと思うんですよ。どうですかね。もう暴飲暴食をしながら機械だけをパチッとつければ痩せるとそういうふうに思った方がいるとしたらこれは痩せないと思うんですよ。結果この機械全然痩せなかったよっていうふうに文句を垂れることになると思いますけども、やっぱりね、何か依存で痩せることはないと思うんですよ。実際に自分がやることによって、一番痩せたいのは自分自身ですからね。それに、こう、補助的に機材を買うとか、サプリメントを飲むっていうことならわかるんですけども、自分の生活はめちゃくちゃで、で、サプリメントだけ飲みました。機械だけ使いました。ジムに週に2回通いました。これで痩せたらね、苦労ないんですよ。だから、あらゆるものを総動員して、痩せるという意思を持って、プラスアルファで念のために機械を買う。念のためにライズアップに行く。念のために食事をちゃんと気を使うとかね。こういった総合的に自分が最終的には考えて実行しなければ目的達成しないと思うんですよね。でも生活はめちゃくちゃで機械だけ買って機械が痩せなかったから機械を返品したり文句を言ったりするのはちょっとね違うんじゃないかなと思うところに、じゃあ詐欺商材は誰が作ってるんですかってなると、これはね消費者の責任もあるんじゃないかなと思います。ただそういったところに目をつけて最初から効果の出ないものを売ってくる人もいるんで、そこは選択の目を養わないといけないかなと思うところでございます。そしてですね、まあ私のいる情報業界ですね、いろんな情報商材があります。私は情報教材と言ってもいいかなと思うんですよ。情報商材の中にはこれをやったら儲かりますよっていうのがあります。ただこれ正確に言うと儲かる確率が上がりますよってことなんですよ。じゃあその確率を上げる情報商材に対して自分がさらに確率を上げるためにどうすればいいのかってことになります。例えば、みんなの銀行っていうアプリを私はね、6月から進めてます。実際に私はたびたび入金がありました。そのお金を使ったりもしてます。で、私がお知らせするこのみんなの銀行っていうアプリに対して、きちんと紹介活動を目の前の人にできる人は1000円、1500円、3000円、1万円と儲かってるんですよ。でも、物おじして、みんなの銀行ってアプリ知ってるのに、その効果も体験してるのに、誰にも紹介しなければ、このアプリ儲かりませんっていう結果だけは残っちゃうんですよ。じゃあこの場合、みんなの銀行っていうアプリが詐欺なんですか？そのアプリを紹介した私が詐欺なんですか？それとも、そのアプリの効果を知っていながら、使っていない人に責任があるんですか？ってことになってきます。あとはね、受け取った方、情報を受け取った方が判断していただければと思います。次にね、受験とか行きましょうか。東大合格塾、進学校に合格できます。合格率 30% です。様々な歌い文句がありますけども、100% そうならないんですよ。なぜなら、指導する側は責任を持って、きちんとカリキュラムを実行してくれます。実行してくれるんですよ。でも、そのカリキュラムを受け取った人が、受験生が、ちゃんと結果が出るまで、合格するまで勉強するかどうかっていうのは分かりませんよね。たまには、気を抜くために映画も見るかもしれない。デートをするかもしれない。スマホのゲームをするかもしれない。その割合なんですよ。合格徹底的にするまで、合格勝ち取るまで、きちんと送られたカリキュラムをパーフェクトにやって覚えていく。ね。カリキュラム全部を記憶したのに試験で通らないってことはないですよね。で、そこに本人のやるかやらないかのムラがあるわけなんですよ。ね。体力がない。眠くなっちゃったからやめちゃったとかね。様々な要因があります。ですんで、やっぱりね、東大合格塾といえども、進学校合格塾といえども、本人の力量によるところにブレができるわけなんですよね。この時、せっかく1年間塾に行ったのに、予備校に行ったのに合格しなかったら、塾のせいですか？塾を変えればいいんですか？違うと思います。自分を変えないといけないですよね。そして、環境ももしかしたら変えないかもいけませんね。お父さんお母さんが協力して受験しやすい体制を作ってくれるのか。その生活を一年で終わらせるために家族一丸となってやれるの。でも家族はせっかく協力してものすごく気を使ってくれてるのに、本人が勉強してるふりをしてサボっていれば、
これは一番詐欺なのは誰だってことになりますよね。もちろん合格しそうにないカリキュラムばっかりを詰め込むような塾には最初から行くべきではないんで、だから評判実績ってものが大事になってくるんですよね。はい。じゃあね、この前ちょっとね、霊感についてのズームライブしましたんで、ここにも結構トラブルが多いと思うんで、ちょっとこれも例に出させてもらいます。例えば、自分の背後霊を見てもらいました。この前私は守護霊を見てもらったって話をしたんですけども、私の守護霊は商売全然ダメな人が守護霊についてるっていうふうにね、言われたんですよ。で、通常守護霊さんってすごく力が強そうな人が後ろについてそうなイメージするでしょ。と思ったんで私もね、霊視をね、こう、どんないい話が聞けるのかなと思ったら、私の背後霊を見てくださった方が、久保さんの後ろには本当ね、守護霊と言っていいのかどうかわからないけども、結構近しい先祖の方がついてます。その方は家の財産を取り潰して商売ダメにしちゃいました。そういう人が守護霊としてついてるから、久保さん相当慎重にいかないと、久保さんもこけますよって言われてるんですよ。だから私は、ある程度ね、自分の資産がちゃんとできるまでは、もう私のみにももう全く行ってないです。ね、30代の時は結構ね、キャバクラに飲みに行ったりとか女の子とデートしてたんですけども、もう私ね、ちゃんと商売を40歳で始めた時、ネットビジネスやった時に、もう一切の遊びを捨てました。もう女の子は奥さん一筋をね、それからあらゆるレジャーもやめて、もう家族のためだけに時間とお金使うようにしました。そしてもう当然ですけども、視聴者さんとか速稼塾の塾生さんに惜しげなく時間やお金は使うけども、だけども自分の欲求を満たすためのものは何も使わないようにしたんですよ。まあ一応そういうふうに心がけてるんですけどね。まあそうすると、やっぱお金って貯まっていくんですよね。遊びに使わないから。じゃあ貯まったお金私どうするのかってことでちょっとね、一工夫したんですよ。自分の先祖にお金使おうかな。じゃあ自分の先祖で一番近い人っていうのはまだ生きてる先祖。お父さんお母さんです。ですので私は、隠居暮らしを始めた2017年から毎月お父さんお母さんにお小遣いをずーっとあげてるんですよ。それは、お父さんお母さんを安心させるためでもあるんですけども、お父さんお母さんに、先祖に恩返しをしてるっていう意味ですよね。だっておじいちゃんおばあちゃんとかはもう死んじゃってるんで、もう何もできないんですよ。それこそお墓に布団かけるしかないんですよね。まあ、ですので私はまだ生きてらっしゃるご先祖様、一番近いお父さんお母さんにお金をあげることにしたんですよね。で、ちなみにですけども、昨日ね、母と私の守護霊さんのお話をね、ちょっとしてみたんですよ。で、母ちゃんって俺の守護霊さん見てもらったらさ、なんか商売でこかしたおじいちゃんと、なんか身近な人がいるらしいんだけど、心当たりあるって言ったら、あんたのね、哲郎くんのおじいちゃん、つまりお母さんのお父さんは、ものすごく大金持ちだったんだけど、おめかけさんを雇って、別の屋敷に自分のもう一個の家庭があって、そこにもお金を使っちゃって、バーンになってね、それこそ電波で売っ払って、で、お母さんは幼い頃すごく裕福な家でお手伝いさんもいたりとかしたんだけども、でも小学生上がる頃にはすごい貧乏で引っ越した先っていうのはもう没落寸前のね、ボロ屋だったよっていう話をされて、あ、結構リアリティあるなと思いましたね。きっとその私から見ておじいちゃんが、母方のおじいちゃんが守護霊さんとなってね、自分は商売こかしちゃったから、自分の孫がね、商売して痛い目に遭うかどうかっていうのをこう見に来たんでしょうね。おじいちゃんだ、俺大丈夫だよみたいな感じでね。成仏してくれ、もう守護霊さんいいからよみたいな感じでね。まあ笑い話したわけですけど。さあ、それでね、そういった霊の業界も、やっぱりね、気に入らなかったら、あの霊媒師は詐欺だとかいう人出てくるんですよ。で、そもそも霊っていうのは見える人と見えない人がいるわけなんですよね。感じれる人と感じれない人が。まあですんで、見えたり感じれたりする人が霊を扱う職業とかになるんですけども、見えない人が見える人に依頼するんで、見えない人から見たら言いたい放題じゃないかっていうふうに、まあね、悪い意味で捉えることもできるんです。でも素直に、あ、自分には見れない感じれないけども、そういうふうに見えてるんだな、ありがたいなと。自分に見えないもの、感じれないものを見て感じてくださって私に授けてください。あとは自分がそれをどのあたりまで、ね、いわゆる真に受けていくのか、信心していくのかってところは自分に任されてますから、じゃあ、あなたの久保さんの守護霊さんは商売こかした人ばっかりですよ。だからあなたもこかしますよって言われてるのか、それとも商売こかした人が私の守護霊についてるから、久保さんの守護霊についてるから、久保さんは慎重に行くことによって、その守護霊さんに頼るんじゃなくて、自分でいろいろ工夫して、今生きてる人といろいろ協力し合ってやっていく方法はどうですか？そして浮気をしたり、ギャンブルしたりすると、ご先祖様みたいになっちゃうから、ギャンブルから手を離れて、
浮気をしないようにして、それで失敗する可能性を狭めていきましょうねっていう形で私は受け取ったんですよ。そうすると私は麻雀店をやるぐらい、もうギャンブルは結構手を広げていたんですよ。パチンコとかスロットの店舗もやってました。合計で20店舗、西日本に兵庫からね、それから下関まで店舗があったんですよ。私はね、一時期。すごいでしょ。すごいんですけど、それをね、全部やめたんですよ。あ、これはギャンブル博打だなと。しかも私、パチンコもスロットも全くやったことないんですよ。経営だけしてたんですよ。ですんで全部ね、閉店していって土地を売ったり、その空き地にコンビニ建てたり、ショッピングセンターにしたりとかして、業態変更していってね、生活必需品とか飲食店ばかりにしていったんですよ。で、それが私がね、40代に入って、結局どこも黒字にならなかったんで、早期撤退してですね、まあ、綺麗な体になって、今に至るということでございます。今こうやって YouTube を中心に活動させていただくとね、本当にね、マイナスになる確率がすごく少ないんですよ。うん、これ YouTube って経費がゼロじゃないですか。なのに多くの方と関わったり、多くの人に気持ちやノウハウを届けることができるんですよね。まあ、ですので私は強烈に進めるのは、今からでも YouTube をやって、YouTube によって知り合った人っていうのはいい人ばかりだと。うん、なぜなら私がこういうふうに発信してることが、性に合う人が私のね、今日のライブ放送見に来てくださってると思うんですよ。コメントも書いてくださると思うんですよ。まあ中にはね、速稼塾に気をつけろみたいな人もいますけどね。いや、それは気をつけてくださいよ。私が間違った時に、皆さんが私の間違いに気づかなければ、同じように転落し合いますからね。まあですんで私もね、神羅万象、全部が全部、万能ではありませんので、たまには勇み足もありますし、見識が違ったりとかね、失敗もするわけですよ。FX のようにね。だからリスクヘッジをしましょうってことを言ってます。だから自分の力量に合った挑戦にしておきましょうと。一攫千金を狙うんじゃなくて、一日一歩ずつ積み上げていくこと。まさに、例えば YouTube を使うんだったら、YouTube でいきなり100万儲けようっていうんじゃなくて、YouTube でまずは一人の人を大事にしていこう。自分の視聴者さんがたった一人でもいるんだったら、その人に深く深く寄り添っていこうっていうところから始めていけばいいんじゃないかなっていうところで、一人に対してのメッセージ動画って私はよく使うんですよ。ね。おそらく今日動画を見に来てくださってる方、私の今日のライブ放送のコメント書いてくださった方、私の個別動画みんな届けていると思うんですよ。あ、そういえば自分に対しての、一人に対しての動画を受け取ったことがあるな、と自分の名前を呼ばれたなって思ってる方いると思うんですよ。そういう形で私は一個ずつ積み上げてきて、今塾生さんが1000人以上いるって世界を作ってるんですよね。だからこの1000人の塾生さん、すべての人に私はね、動画、その人だけへの動画、限定動画、公開動画を送り続けて、今に至るんですよね。最初の一人からやってることは全く一緒なんですよ。そこはこれからも変えていかないようにしようかと思いますし、もっともっと自分を鍛えてほしいっていう方には、まあ1億円稼げるとこまでだったら鍛えることができますので、ついてこれるかどうかは、あとはあなた次第ということになっております。教育はきっちりできますんで、その教育をちゃんと使えるかどうかは、もう一人一人の力量になってきますんでね。私と一緒のことをやって稼げないことはないですから、稼げるという目的は達成されると思います。でもそれ以上に大切なことは、目の前の人を大切にすることかなと思いますし、大切にしちゃいけない人は、ちゃんと大切にしないことも、これも大事です。自分を害する人とか、自分の大切な人に不利益を与える人とは付き合いをね、しないようにした方がいいかなと私は思ってるんですよね。皆さんどのようにお感じでしょうか。それでは今日もコメントを読んでいこうかと思います。お、エリコさんおはようございます。エリコさんもすごいですよね。エリコさん、本当に私はね、エリコさんの、この姿を見て、学ぶものが多いです。はい。あ、相川さんもどうも、おはようございます。毎朝ありがとうございます。相川さんもね、ライブ放送してみるといいと思いますよ。もうしてるかもしれませんけども、視聴者さんって、相川さんってね、私のコメント欄では有名なんですよ。できればこの FWIT4530 も、これも別の読みやすい、印象に残りやすい名前にした方がいいかもしれないですね。岡恵理子さんっていう方は、もともと京子さんって名前なんですけども、岡恵理子さんってね、お帰りっていう風な韻を作って、岡恵理子にしたんです。すごくセンスのいい名前だと思います。うん、これはね、本当にね、よく考えられてるなと思いますし、これ覚えちゃいますよ、お帰りで。お帰りで覚えちゃいますんでね。だこういう風な名前の付け方っていいんじゃないですか。あと、清美さんも、本名で行くのもすごく大事なんですよ。清水っていうのは、すごく縁起のいい名字ですからね。でも、心に癒しのセラピストっていうことによって、何をしてくれそうな人なのかなってことは、この名前だけでもう看板になってますよね。これもセンスのいい名前の付け方だと思います。はい。おはようございます。よろしくお願いします。よしみさん。よしみさんっていうのはね、これね、すごいですよね。吉田よしみさんっていうのは、吉っていう名前が来てるでしょ？で、吉だからいいじゃないですか。
で、田んぼっていうのは豊かさを示してます。もう豊作でね、お腹いっぱいご飯が食べれるみたいなね。だからこれ、名字が縁起がいいんですよ。そして名前の方です。美しい、よし、どっちも縁起のいい感じですよね。まさに、よしみさんのよしは豊作を、なんか草の生い茂る方向を示している。そしてそれがとっても美しいよと。だから、よしみさんに込められた名前っていうのは、もう行く先々でものすごくね、もう草が生い茂って草冠ですからね。草冠、草が生い茂って豊かで、大収穫、そして美しくっていうのを暗示してるかなと私は思いますね。だから4文字とも、吉田、吉見さんっていうの4文字ともものすごくね、ポジティブなお名前なんで、もうこの名前だけでね、人に癒しを与えるんじゃないかなと思います。おはようございます。今日もよろしくお願いします。週刊中年ジャンプさんは、これはもうお分かりでしょう。ね、週刊少年ジャンプのファンの方が、おおとかってね、言うようなね。まあ大体昭和40年代生まれ、50年代生まれの男の子だったらみんなジャンプ読んでますから、じゃあジャンプのネタでね、発信したらみんな受けますよ、これ。北斗の拳ネタとかね、よろしくメカドックとかね、ヌーベとかね、もう全部これ受けますよ。うん、なんかね、このイチゴ 100% でもいいんじゃないですか。ちょっとこうエッチな感じのやつね。私見たことないんですけども、そんな感じでしょ、あれは。で、それを週刊少年ジャンプじゃなくて、週刊中年ジャンプっていうふうにもじってるところ、なかなか面白いと思います。はい、おはようございます。じゃあね、ストーンさんは25日にご一緒に、またズームライブできると思いますので、楽しみですね。皆さんもお越しになってください。はい、次です。清美さん。やはり久保先生はただものではありませんね。生き方、意志力が素敵ですね。恐縮でございます。そういうふうに言ってくださる清美さんがやっぱりね、もう大好きですね。はい、清美さんにお会いできるのは、21日、明日じゃないですか。あっという間に土曜日来ますね、清美さんね。この前ね、千羽鶴いただいたばっかりだったんですけども、昨日ね、千羽鶴のことで、父と母がいるところでね、千羽鶴ってね、もう最近おる人がいなくなったんだけども、これは大変なんだよ。100はおるだけでも大変なんだよ。すか、すごくありがたがってました。明日はまた母も一緒に行くということだったんで、またご挨拶させてもらいます。母は実はね、清美さんにお手紙を書こうかなって言って、話してたんですよ。まあ、でも、明日土曜日だから一緒に行こうよって言ったらね、じゃあ手紙書くよりも一緒に行こうか。っていうことになって、またご一緒させていただきます。ぜひね、家族ぐるみで本当にお付き合いになりましたね、清美さんね。ありがとうございます。あ、おかえり子、おかえり子ちゃん。おかえりちゃんって呼んでね、おかえりちゃんって、なかなかね、おかえりちゃんっていうのはね、なんかこう癒しですよね、おかえりっていうのはね。家に帰った時におかえりって言ってくれると嬉しいですよね。家に帰って一人暮らしだとおかえりって言ってくれないし、なんせ今の時期は部屋がすっごく寒いですよね。だからいろんな意味で帰ったら、はぁってなっちゃいますよね、一人暮らし。やっぱりね、たまに喧嘩するかもしれないけども、誰か自分以外の人がいた方がいいなって思っちゃいますね、やっぱりね。自分の家に癒しがある。自分の家が休み場所になる。まあ、そんな家を私も作っていきたいなと思っております。はい。関係おじさん、いつもありがとうございます。おはようございます。今日はこうやってライブでコメントしてくださいました。いつもね、YouTube でアップロードされた後にご挨拶入れてくださったりするんですよ。非常にありがたいなと思うと同時に、関係おじさんも動画の方をどんどん更新してますんでね。たまに拝見に行っております。またサムネイルもとても特徴的ですね。本当にありがとうございます。はい。吉見さん、久保先生。全部体験談だから説得力がありますね。スッと入ってきます。いやいやいや、もうね、これからまだまだ、いろいろとね、体験させてもらいます。勉強させてもらいます。はい。清美さんもおはようございます。よろしくお願いします。明日ですね。なんかね、でも、清美さんのところに行っちゃうとね、いろいろね、こう、していただくんで、本当お気遣いなく。私はたこ焼きを明日はね、3パック買おうかと思います。あ、でも母も行くから4パックになるかもしれないですね。まあ一応3パックはいただくのと、いつも通り1パックはちょっとぬるめのやつを、ヤマトくんが今 4玉食べるんですよ、あれを。だからヤマトくんが4玉食べるときに熱々だとね、ハフハフしちゃうんで、ちょっとぬるめのやつは1個すみませんけども、なんか保温庫から出しておいて、こう12時前後でしょ、私行くの。だいたい11時にここを出るようにしてるんですよ、いつも。そうすると、早ければ11時30分ぐらいに着くし、遅くても12時までには着いてると思うんですよ。まあそういう形になりますんで、ぜひ、また11時から12時の間に、来るかもしれないなと思っていただければ幸いでございます。はい、ということですね、コメントも今読み上げましたんで、以上になります。今日のテーマはですね、詐欺商材は誰が作っているかってことになります。やっぱりね、これ私たちも消費者として、正しいものを、自分に合ったものを購入する目を持たないといけないのと、あと、せっかく目的を持ってね、購入したわけですから、その機材を十分に活かすために、自分のライフスタイルも新しく
購入したものに、やっぱ合わせていかないといけないところもあるかなってことですよね。よくある話ですけども、ダイエットしようと思って、ぶら下がり健康器って買うじゃないですか。あれがね、ハンガー掛けになっちゃう家って結構あるんですよね。それじゃダメで、やっぱりぶら下がり健康器をいつでも使える状態に何も物をかけずにね。で、ドーンと、ど真ん中に置いといて、嫌でもやらざるを得ないような状況にしておくとか。あと私の場合だったらね、ぶら下がり健康器をね、もし買うとしたらですよ。もし買うとしたらってことは多分買うと思いますけども、毎日動画撮りますね。懸垂を1回やった。じゃあ次の日は2回やった。次の日は3回やった。どこまで続くかなみたいな感じで、多分ね、10日目ぐらいで10回で多分アップアップになると思うんですよ。そしたら11回を目指して、何日目に11回行くかなって感じでね。で、1ヶ月後には11回できるようになりました。そしたらあとは2ヶ月目に13回できるようになるかもしれないし、半年後には20回できるようになるかもしれないしって感じで、どん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 ちょっとずつちょっとずつちょっとずつがどんどんできるようになってきて、それを動画のドキュメンタリーでやるっていう形でね、50歳になろうとしてる私が、もう一から始めたぶら下がり健康器で、こんな体になりましたっていうね、肉体、背中の形をね、パリッと皆さんに見せれるんじゃないかなと思います。ちょっとこの企画面白そうですね。ちょっと私のね、ぶら下がり健康器、1日10回の懸垂で体はどう変わるかな、in 50歳。これをやってみようかなと思いますけどね。皆さんお楽しみにされてください。はい。清美さん、了解です。かしこまりました。ということでございまして。はい。今日は以上でございます。皆さんありがとうございます。松潤さんの放送は今、どのぐらいの時間帯でやってるのか全くわかりませんけども、皆さんもよろしかったらね、ご自身の YouTube チャンネルでライブ放送ぜひやってみてください。きっとこのコメント欄に来てくださる方に告知していただければ、最初から視聴者さんが誰もいないってことはないと思うんですよ。誰か来てくれると思いますし、私もね、参加させていただけるような時間でしたら参加させていただこうと思います。今日も早朝からありがとうございました。それでは今日も行ってらっしゃい。あとはオフレコのタイムでございます。草加せんべいあと1個になりました。あ、そしてね、私のサブチャンネルからの放送っていうのが今日3日目でしょ。あと4日なんですよね。25日の朝にはこの時間には開放さ、25日のね、朝9時ぐらいに制限食らったんで、8時とか9時に。だから25日の午後からはもう以前と同じ通常通りでしょうね。だから25日の朝のライブ放送はやっぱりサブチャンネルでお届けすることになるかもしれません。お、清美さん、逆さ釣り健康器具ありますよ。実はうちにも。あ、あるんですね。まあ、その逆さ釣り、こう、ぶら下がり健康器ですかね、うん。あれ、私もちょっと挑戦してみようかなと思うんですよ。今まではね、どうしてもね、物置のハンガー掛けになりそうで自信がなかったんですけども、今、YouTuber としてだったら企画としてできるかもしれないなと思います。1年がかりで。1年かけてやったら自分の懸垂の回数と肉体はどう変化するかってことね、ドキュメンタリーで。懸垂は今でもね、10回はできる自信はあるんですよ。で、多分できると思いますしね。ただ、10回を20回にできるかなと。生涯で20回やったことはないですからね。だからこの50歳になるまでに懸垂20回ができるかのどうかのチャレンジ。で、これに、なんかね、ちょっとこう企画を絡ませてやってみようかなと。視聴者さんに、久保哲郎が50歳の誕生日を迎えるまでに懸垂20回できるかどうか、そこに、ね、なんかこうね、商品を出そうかなと。できると思った人、できないと思った人、二手に分かれて、結果を見て、で、私が今年の10月11日までに、懸垂が20回できなかったら、できないにかけた人になんかプレゼントとかね。で、できたらできたにかけた人になんかプレゼントみたいなね。こういう風にしたらなんか面白いのかなと思いますけどね。うん、逆さ釣りは足首を固定して頭が下。あー、なるほど。こう、あれですか、逆さ釣り、コウモリみたいになるわけですね。うん。草加せんべい、残り1枚でございます。これ硬いんですよね。硬いせんべいが大好きと。で、大和くんもこの硬いせんべいね、食べるんですよ。ものすごい硬いんですよ、これ。音聞きます？うん。硬い。美味しい。あとね、チラシが入ってました。このリフォームのチラシ。ガス台とか、キッチンとかトイレとかお風呂、水回りをリフォームしませんかって言うんですね。この、やっぱチラシの効果ってのも、ものすごくね、あって、これね、3ヶ月に1回ぐらい入るんですよ。ピザのチラシも同じですけども、繰り返し入ることによって、
注文する機会って、ね、出てくるんですよね。あ、関係おじさん、硬いせんべい好きですか？気が合いますね。歯が丈夫だと硬いせんべいも食べれますけども、歯がね弱ってくるとね、パリッと食べられなくなってくるんで、柔らかいものとかになってきますよね。イカとかタコとかってこと硬いじゃないですか。いつまでも食べれるような健康な歯でいたいなと思います。うん、キッチン、ね、こういったちょっとね、うちもね、そろそろね、キッチンのリフォームとかお風呂のリフォームしたいなと思ってるんですよ。あとフローリングのなんか床板がね、結構こう歪んできたんですよね。あれは何ですかね、重ね張りするもんなんですかね、それとも板を剥がして新しい板つけるもんなんですかね。ご存知の方がいたらね、ちょっと教えていただければと思います。私一戸建てはね、実は初めてなんで、買ったのが30年住宅ですから、もう修理がいろいろと必要なんですよね。特にフローリング、だんだん床が弱ってきたんで、張り替えにはいけんかなと思ってるんですよ。あとこうやって水回りとかも少しずつリフォームしていかないと、これからの30年使えなくなっちゃいますんでね。うん、なんかいい方法ないですかね。うん、キッチンと、あと、あ、そうそう、カーポート。カーポートもね、いいのつけたいんですよ。カーポート、今ね、ちょっと割れちゃってるのが気になるんですよね。カーポートね。こういったリフォームの補助金とか、地方自治体が出してくれてないのかな？アルミドア。まあ、いろいろありますね。はい。なんかやっぱりチラシ、こういうのと広告見るの面白いですね。好きなんですよね、私ね。日銭とか、ああいう広告ね。あと飲食店のチラシ、魚花さんっていうところがあります。昨日も Google マップに口コミ書きましたけども、タイの生き作り1万円とかね、寿司の盛り合わせ1万円とかね。まあ、テイクアウトかなりいろんなところで充実してます、最近は。昨日は2310円使いまして、ランチに。ペイペイバックが 20% あるということでございます。だからペイペイによってね、ものすごくお得に今お買い物とか外食とかできるんですよね。あ、予約受けたまわり中、節分に海苔巻きを食べるんですよ。この草加せんべいを買ったのはどこだったかな？エブリーじゃないんかなと思うんですけどね。多分エブリーなんですよ。でもこの手のせんべいって別にここのブランドじゃなくても結構どこでも私買うんですよ。せんべい。こういう風なね。これ系のせんべいは、草加せんべいじゃなくても似たような硬いせんべいはね、おかきとかね、よく食べるんですよ。で、こういった乾き物食べると、お水がね、よくね、進むんですよ。まあ当たり前ですけども。まあこんな感じでね、おせんべいファンでございます。やっぱりこう、和菓子が好きというね。うん、柴又さんに行った時もね、こう、せんべい焼いてるんですよ。1枚100円でちょっと高いですけど。で、一枚、こう、噛みながらね、コロッケ気分で、葛飾柴又の商店街歩いたりするもんですけども。で、私の場合は、葛飾柴又に行くときは、トラさんの格好ですから、一緒に写真を撮ってくださいっていうのは結構来るんですよ。まあ、ですんでね、私も調子に乗ってね、トラさんの背広を観光客の人の肩にかけて、お控えなすって、みたいな。お控えなすって、みたいな。右に行きましても、左に行きましても。年々のワニーさん、ワネーさんに500回になりがちある若造でございます。でね、工場されたりするわけなんです。はい、今日は以上でございます。皆さんありがとうございます。どうも朝早くから。いやー、今日は大和くん最後だな。金曜日ね、今週も頑張っていってくれた。本当に嬉しいなと思います。それじゃあ、今日も皆さんいってらっしゃい。お疲れ様です。30分放送しましたね。ありがとうございました。